北京ではスモッグが1週間以上続いており、マスクは外出の必需品となっています。世界保健機関 WHO は25日、中国の大都市の大気汚染を危機的な状況であると指摘しました。WHO の基準に基づくと、有害な微小粒子状物質 PM2.5 の数値は、1立方メートルあたり300マイクログラムを超えると、重度の汚染とみなされます。25日朝、北京の大気品質指数は469に達しました。北京のアメリカ大使館の観測によると、25日午後7時の PM2.5 の濃度は1立方メートルあたり501マイクログラム、最も深刻な重度の汚染レベルに達しました。WHO の駐中国代表ベルンハルト・シュバルトランダー氏は、中国の大気汚染は危機的な状況であると指摘しました。A crisis means that we need to take immediate action to protect ourselves. So in these days, of course, we have to recommend that people don't go outside to have physical activities. They stay inside, keep children inside to the extent possible to protect them from the possible negative health effects that we have. しかし、スモッグが続いている中国では、依然として多くの人が外で活動しています。哎呦，今年就出来特别感觉，你要不戴口罩，特别那个就难受，嗓子难受。在外很担心的，我很担心我这老百姓的身体。你说都是30来岁了，人退休没事儿，没必须来跳舞锻炼身体。可你这一活动量大了，你呼吸对身体更不好啊。中国の大気汚染は近隣諸国にも影響を与え、日本でも26日。広範囲で PM2.5 が高い濃度で観測され、注意喚起情報が出されました。中国気象局によると、スモッグは27日まで続くとのことです。新東人テレビがお伝えしました。有人说他是专制组织的，政府以危险性质的，大于加法。